は怪獣だらけだ。指図すんな。なっちゃん探すのが先だろ。待って、何か現れた。騎兵だ。22番騎兵。22番機移動を開始する。上空の騎兵は網口柊と、君は高宮だな。なんだゴートか。ターミナルに自己防衛させる。手伝ってくれ。知るか、勝手にやれ。私はなっちゃんを。あ、つながった。ゆきちゃん、私だよ。なっちゃん無事でよかった。でもやっぱり乗ってる。危ないって言ったのに。そっちに助けに行くから待ってて。ダメ、こっちは怪獣だらけで危ないよ。ゴート、なんとかする方法今すぐ教えろ。手伝ってもらえそうで何よりだ。何か飛んでるぞ。あれも敵なのか。こっちでも確認した。飛行型のダイモスハンターだ。ダイモスハンター。我々が乗る第4世代型騎兵と同様飛行する。近接攻撃は届かないし、対地用のミサイルでは狙えない。対空に対応する兵装は限られそうだけど。網口君、メタチップさえあれば大丈夫。騎兵の機能を拡張し、新たな兵装を解放できるんだ。小難しいことは面倒だ。全部蹴り落としてやる。危なっかしいな。操縦にならねえな。
攻撃範囲内。くらえ。どうだ、参ったか。ユキちゃんにいいとこ見せないと。逃げ場はないか。やつはどこだ。待て。お前たちはもちろん俺を知っていて追ってるんだよな。関ヶ原へ。我々から逃げられると思うな。関ヶ原、なぜ俺を追う。答えろ。死にたいようだな。待て。お前が別次元から来た人間だからだ。別次元。ふざけるなよ。きちんと教えろ。無駄な抵抗はやめて投降するんだ。喋る気がないならそれこそ時間の無駄だな。別の次元なんて本気で言ってるのか。だが俺には否定する根拠も確信もない。過去の記憶がないんだからな。よし、生きてるな。ちゃんと銃のパワーはスタンモードだ。しかしお前たちは何者なんだ。何か手がかりになるものを持っていないか。ポケットに手錠、それとこれは通信機。でかいな。あとは財布ぐらいか。悪いが通信機と財布は借りていく。他に後をつけてくる気配はないな。追ってきたのはこの男だけのようだ。中は金だけか。ありがたく使わせてもらおう。2日何も食っていないからな。しかし奇妙だ。千円札も五千円札も知らないデザインで500円の紙幣まである。そして硬貨には全部昭和の刻印か。ここで使うのはまずい。この機器の通信範囲はせいぜい 1,2 キロだろう。黒服の仲間は近くにいるということだ。こちらから発信すれば俺が近くにいることを奴らに教えてしまう。関ヶ原へ。ダメだ、何も思い出せない。だが俺をそう呼んだ。パワーをセーブすればあと 2,3 発は撃てそうだ。この銃は確かにここでは異質に感じる。別次元から持ってきたのかな。交通機関は張られている。川沿いを行くか。その前に何か腹に入れよう。2日前
路地裏で目覚めたあの時からずっと逃げ回ってろくに食ってない。ここはどこだ？なぜこんな場所に？何も思い出せない。なんだこれは？銃か？どうして俺がこんなものを？おい、あんた大丈夫か？息をしてない。一体何があったんだ？ダメだ、全く覚えていない。まさか俺がやったのか？腹部から出血している。死因はこの銃創と見てまず間違いないだろう。この女性と俺は何か関係あるのか？俺が銃を持っていて傍らに女性の死体、撃ったのか？俺が？俺が倒れていた場所だ。薬か。俺の持ち物の可能性は高いな。そうだ、あの死体の所持品に手がかりがないだろうか。スカートのポケットに何かある。数字の羅列が書かれた紙。周囲に他の手がかりはないか？他には何も持っていないな。ここには何もなさそうだ。自分のポケットを調べてなかったな。手帳、生徒手帳と、これは鍵か。封筒が落ちている。これは関係があるものか。中身は濡れてないようだ。記憶がない。どうしてこんな場所にいる？自分が誰かもわからない。封筒の外側には特に何の表記もない。中に書類が入っている。持ち手の部分にエンブレムがある。車の鍵だろうか。これは俺の生徒手帳じゃない。桜高校1年 B 組、冬坂伊織。冬坂、顔に見覚えがある。関係は思い出せない。だが妙な気分だ。親しい人物か、もしくはその逆か。折りたたまれた紙には2列の数字の羅列が。4436853214。何の数字だ？何かのパスワードか。蛍光 NMC0204 とラベルに印刷されている。プラスチック製のボトルの中は空っぽだ。この女性、俺が銃を持っていて傍らに女性の死体、撃ったのか？俺が？他には何も持っていないな。本物なのか？なんでこんなものを俺が持っている？中にはプロフィールとメモが1枚だ。森村千尋、職業教員。メモは手書きの指示書だ。確保できぬ場合は射殺せよ。森村千尋、31歳、桜高校養護教諭。四季島の兵器開発に関与、重要人物とある。森村千尋、森村千尋、間違いない。撃たれているのはこの女性だ。
持ち手の部分にエンブレムが車の鍵だろうか。桜高校の生徒手帳だ。俺の手帳じゃないな。写真は女学生だ。1年折りたたまれた紙44何の数字だ。蛍光 NA プラスチ森村の書類確保でき本なんでここの辺りだ。そこを見てみよう。誰かが来るぞ。言い逃れできる状況じゃない。向こうから逃げた方が。その裏路地も調べよう。こっちからも隠れなければ。これはひどいな。奴はどこに行った。銃を持っている。危険だ。発砲も許可が下りた。速やかに処理しなければ。遠くに逃げられては厄介だ。本部に連絡してここは処理させる。頼む。我々は交通機関に先回りしよう。どうやら俺を探してるようだ。状況から見れば俺が犯人だ。なぜ覚えていない。ともかくはっきりするまで捕まるのはまずい。これからどうすればいい。このまま記憶が戻らなければ俺はどうなるんだ。おい。なんだ。こんな寂しいところはかえって目立つぞ。人が多い場所へ逃げろ。仕組みはわからないが、あいつらあんたの居場所がおおよそわかる。君は何者だ。あんたに預かった荷物を返しに来た。俺の荷物。あそこに置いといた。じゃあな。俺の荷物だって。いや、こんなメッセージどう思うだろうな。芝居がかって悪いが、そうも言ってられない。見てわかるな。俺は関ヶ原へ。お前だ。予測通りの状況なら俺は記憶をなくした自分に話しかけてる。時間がない。重要な点だけを伝える。そこはお前の世界じゃない。別世界から来た人間だ。この世界には一時的な滞在の計画だったんだ。だが事故があった。それなりに深刻な、ね、何人も囚われて戻れなくなっている俺。つまりお前もその一人だ。悲観するな。脱出する方法はある。だがここでは言えない。わかるだろう。この記録も奴らに見られる。別の場所に隠した。俺にはわかるように隠したつもりだ。探してくれ。ともかく捕まるな。脱出できなくなる。俺を信用しろ。選択を誤るなよ。こんな話信じられるか。だが黒服も同じような話をしていたな。ともかくここから移動しよう。さっきの少女が言ったのが本当ならここにいては危ない。勝てるものではない。いいだろう。指揮しろ。この中で指揮権。
あんただけだ。攻撃と防衛にチームを分けて行動する。攻撃チームは私と関ヶ原、東雲、クラメ、肘山、三浦、残りはイージスが起動するまでターミナルを死守する。イージス作戦、本当にやっていいんだな。僕たちは戦力も残された時間も少ない。使えるものは総動員だ。そうだろう。
どうだ。まずは打ちのめ出直してこい。勝機を逃すな。標的確認見たか。私は何か手は14番。どう攻める。移動開始すれば。どう攻める。無事か。